アメリカ民主党がトランプ前大統領に対して起こした弾劾裁判は2月8日に上院で審理が開始されます。1月31日、トランプ氏の事務所は新たに2人の弁護士が自身の弁護団に加入したと発表しました。30日、英文大紀元の報道によるとトランプ氏の弁護団が再編されサウスカロライナ州の弁護士ブッチー・バウア氏とデボラ・バービア氏を含む5人の弁護士が離脱しました。 今回新たにトランプ氏の弁護団に加入したデイビッド・ショーン弁護士のウェブサイトには、ショーン氏が30年余りの実務経験があり、複雑な民事刑事訴訟を主に担当してきたと掲載されています。ショーン氏は声明の中で、第45代大統領トランプ氏とアメリカ憲法の担当弁護を務めることとなり、大変光栄に思うと述べています。 同じく新たにトランプ氏の弁護団に加入することとなったブルース・キャスター弁護士は2000年から2008年までペンシルベニア州モンゴメリー郡の地方検察官を務め2016年にはペンシルベニア州の検事総長代理を短期間務めていました。キャスター氏は声明の中で第45代大統領の担当弁護を務めることとなり大変光栄に思う。 憲法の力量がかつてないほどに試されようとしている、それは強くて弾力性があり、完成されてから長年にわたり続いてきた文書であり、再び、そして永遠に党派勢力を打ち負かすものであると述べました。 1>, 1月26日、ランドポール議員は前大統領を弾劾することは憲法違反とする同義を提案し、上院での採決が行われ、5人の共和党議員が賛成票を投じましたが、50人の民主党議員に加えて5人の共和党議員が反対票を投じ、 否決されました。しかし、採決の結果から来週行われるトランプ氏への弾劾裁判で民主党が3分の2以上の票67票を確保してトランプ氏に有罪評決が下される可能性が低くなったとされています。NTD ジャパンがお伝えしました。